はい、どうも、アキトントンです。今回は条件付き確率の難しめの問題ということでやっていきます。で、条件付き確率っていうのは授業でやってて、それのまあ簡単な例題もやってます。で、その例題に比べたらちょっと難しいかなっていう問題を2題取り扱ってます。問題はこんな感じ。問題動画止めて解いてもいいし、解説から先に聞いてもいいです。じゃあ1問目からやっていきます。1つの壺に赤玉と白玉が合計10個入っている。この壺から1個の玉を取り出し、それを壺へ戻さずに、また1個の玉を取り出す。この時取り出される2個の玉が共に赤玉である確率は15分の7であるという。この壺にはじめ赤玉は何個入っているかっていう問題です。で、これは一回やってる問題に似てるわ。で、最初から確率が与えられてる問題やんな。最初から確率が与えられる問題っていうのはイコール確率の式にすんねんな。OK。 それで今回は聞かれてるの何なんって言ったら、この壺にはじめ赤玉は何個入っているか。じゃあはじめに入ってる赤玉の数をX と置いて問題解くね。 OK、 やっていこう。はい、こんな風に書けるよな。求める赤玉を X とする、 X ことするとこに。で、2以上9以下って書いてあんねんけど、これなんでなんかなっていうのももうそろそろ分かってほしい。玉を2個取り出して、どちらも赤玉である確率だから、2個とも赤玉である確率っていうのが15分の7って言ってるわけやから、赤玉は絶対2個以上ある。1個やったら2個とも赤にならんからな。 OK。 それでそもそもこの玉っていうのは赤と白合わせて10個あるから、赤玉だけで10個いったら赤いような、白玉も入ってるっていうことやから、まあ最高でも9個かなっていうことで、こんな風に書けるな。いける。まあ高校生になったら、こういう風に自分で文字置いた時っていうのは、その文字っていうのが範囲どこまでかなっていうのは絶対考えないとダメやと思っておいてください。 OK。 それで、今から問題解いていくねんけど、イコール確率の式にするんやろ。だから2個とも赤、2回とも赤が出る確率をこの X を使って表現する。そしたら玉っていうのは白玉赤玉合わせて10個あんねやろ。最初に10個から1個赤玉を取りたいねんけど、10個から赤玉出る確率っていうのは10分の X やろ。で、2回目も赤取りたい、2回目も赤取りたいねんけど、2回目っていうのは数としては1回目で取ってるから元に戻さないから減ってますよね。で、1回目で赤を取ってるから赤の数も減ってますよねっていうことで、こうなんねんな。いける。それで、この式っていうのが、答えとしては15分の7になるんやろ。だからイコール15分の7です。あとはこれを整理するだけ。普通に90両辺にかけてみようか。そしたら X のカッコ X-1 イコール90やから 6,7,42 ってなります。それで展開します。 X の2乗をマイナス X マイナス42イコール0の式になるやん。OK。 もう二次方程式出てきたら、もうみんな因数分解したくてたまらんっていう病気になってるやろ。うん、だからそれをしてみよう。 X-7 X プラス6ってなるよね。イコール0ってことは、 X はマイナス6とプラス7。いやいや待てよって、俺たち問題をこうやって置いたやんっていうことで、X イコール7の方だけ採用されねんな。 OK。 はい、だから答えとしては、赤玉の個数は7個ってこういう風に書いてあげます。いける？そんなに難しくないと思うね。それで、これどこが条件付き確率なんみたいななると思うねんけど、一応ここで条件付き確率のなんか情報定理みたいなのを使ってるけど、正直意識せんでも解けるやろ。 OK、 そういうこと。でも次は多分条件付き確率できないとあかんからやっていこう。はい、次の問題は20本のくじの中に当たりが5本ある。このくじから1本ずつ順に引いたくじは元に戻さず2本引いた。2本の中に当たりくじがあることが分かった。この時1本目のくじが当たりである確率を求めよう。で、これ完全に条件付き確率やねんけど、どこが条件なんみたいなのが分からん人もおると思うねんけど、問題文見たら2本の中に当たりくじがあることが分かった、この時って言って条件を言ってるやん。この時って言って、いける？
この時って来たらもう条件付き確率とかやねんけど、まあ、条件が2つ与えられてるやん。条件が2つっていうか、1個目の条件、まず日本の中に当たるくじがあることが分かったっていう条件、その時その中で1本目のくじが当たりくじである確率求めてって言ってんねんな。いける？日本の中に当たりはあるって分かってんねんけど、それが2本目か1本目か分かってない、その中で2本目である確率を今回求めてって言ってるだけ。 OK、 じゃあ解いていこうか。条件付き確率っていうのは、確率の分数の分母の部分、全体の部分がその条件になるんやんな。で、今回の条件は2本のうち当たりがあったっていうことは、2本のうち少なくとも1本は当たりっていう感じのこと言ってんねん。ってことはどうやって求めんのって言ったら、両方外れる時の余事象ってわかんねん。いける？1引く両方外れる時したら、どっちか絶対当たるっていうのがわかる。それをまず書くねんな。はい、ちょっとちっちゃいかな。一応書くとこんな風になるな。日本の中に当たるくじがあるっていう事象を A とするで、そしたらその事象 A っていうのは日本とも外れくじであるっていうのの余事象になるわけ。別にこんなん書かんくても普通に、じゃあ P の A の確率っていうのはどうなんのって言ったら、1引く2本とも外れくじっていうのは、1本目まず外れくじ引く、くじは全部で20本あんねやろ。その中に当たりくじは5本、つまり外れは15本やんな。だから20本から15本のうちどれか1本引くから、20分の15。 OK、 それで2回目も外れなあかんねんな。で、1回目引いてて元に戻してないから数は19になって、外れ引いてるから外れの数も減ってて14みたいな感じ。いける？これを計算するだけ。 OK、 だから、38分の17ってなります。それで次、これは、分母ってわかるやん。これが条件なんやろ。条件付き確率の条件、つまり全体がこいつになってくる。そしたらその中で1本目が当たる確率を聞いてるから、1本目が当たるっていう事象を B とするで、そしたらこの PB、 B の確率っていうのは普通に1本目が当たり引けばいいだけやから、1本目20本最初あんねやろ、最初。そこから5本当たりがあるから、5本のうち1本引くから5やねん。5C1 ってことな。OK。そしたら20分の5って出んねんけど、だから普通にこれ分のこれすんねんけど、条件付き確率習ってる人、もう慣れてる人、こういうの好きな人は、条件付き確率書くとしたら、公式としてはこんな風にあんねんな。言ってることわかる？A っていう条件の下で B が起こる確率、 A っていうのは今回日本の中に当たりくじがある、その時 B、 1本目のくじが当たりくじっていうのを聞いてるからこう書けんねん。それで公式としては、A っていう確率が起こる時が分母なんやろ。それで A が起こってで、なおかつ B が起こるっていうのが公式として与えられてる。でも今アキトントン PB 求めてますやん。P A キャップ B じゃないやんってなんねんけど、これ鬱陶しいねんけど、 PB と、P A キャップ B っていうのは一緒なんですよね。言ってることわかる？だって事象 B っていうのは事象 A の中に絶対含まれてるやろ。方眼関係、方眼関係っていうのは含まれるみたいな関係やねんけど、ベン図で言うと A っていう事象があって、その中に B があるくない？日本の中に当たりくじがあるっていうのは、1本目のくじが当たりとか、2本目のくじが当たりとか、両方当たりとかあるやん。だから A の中に B が含まれてんねん。つまり共通部分は B になってしまうやん。OK。だから P の A キャップ B っていうのは PB と一緒やねん。で、その PB っていうのは、全体が20本あるんやろ、最初は。その中で、5本当たりがあるからこんな風になるんやろ。 OK。 そしたらあとは普通に、38分の17分の20分の5になるだけです。はい、答えとしては34分の19出てます。いける？こんな感じですね。条件付き確率慣れました？まあ、いつも僕は言ってんねんけど、一発目で解けなかったとしても、今解説を聞いて理解できたんやったら、もう一回ちゃんと解いてほしいな。OK。ここで大切なのは、絶対いつも言ってんのは、確率は全体が大切。でも、条件付き確率の場合は、その全体が条件になるんやろ。OK。だから確率をここでまた求めないとあかんねん。まず条件をな。それで、この日本の中に当たりくじがあるっていうのは、いっぱい考えられるやろ。1個目が当たり、2個目が当たり、両方当たりみたいな感じで、そういう時は余事象を考えた方が早いかなって。ここは経験やと思うわ。やってたら慣れてくると思うから、それは、もう自分でひたすら問題集してごめんやけどな。で、その条件の中でどういうのが起こるかっていうのはちゃんと問題文読んで、探し出してください。
はい、今回はこんな感じでした。どうでしたか、条件付き確率難しめの問題ね。まだまだ条件付き確率の問題の演習が足りないっていう人のために、次は組み合わせを使う条件付き確率っていうのを1台扱っていくから、ぜひ見てください。まとめノートです。っていうかもう1回問題貼るね。この動画が良かったと思ったら高評価お願いします。チャンネル登録してない方ぜひしてください。チャンネル登録してる方ぜひ友達に広めましょう。みんなで一緒に勉強しようって僕おすすめしてるやろ。そんな感じで、あきとんとん先生をみんなで、もっと、なんやねこれ。バイバイ。